はい。えー、たった今、マルコさんと散歩から帰ってきました。マル散歩楽しかったな。おて。おて。ま <laughs>、マル最近マルおてって言うと、おてしないで舐めてくんだな。なんかあんだな、お前な。えーとね、私ね、おとといから体調崩してね、すごい体調悪いんですよ。なのでまあ、えーと、おとといからトレーニングも、え休んで、え休養してるんですけど、なかなか、 治らないですね。なんでね。でもね、マルコさんの散歩はね、行かないわけに行かないんでね。いやー。マルさん、マルさん元気なんですよ、若いんで。マルさん若いな。若いね、マルさんね。マルさん若いんで。あの、まだ9ヶ月なんで <laughs> 人間年齢で14歳とかですかね。14、15歳うん。なんで、もう暴れたい盛りでね。マルさん,さん、わマルさんは散歩行かないと、もう、パワーがみなぎっちゃうんでね。家で暴れちゃうんで。 マルさん、マ、ま、ルさん、落ち着いて落ち着いて。カメラ映るからってもう興奮して。あ、お座り。お座り。お座りはしてんな、マ、ま、ルな。おて。おて。マ、ま、ル、お手はお手は舐め、舐める。マルコマルコマルコ言うこと聞かなくなったら、お前おい、14歳、15歳って言ったら中学生、中、中2、3だな。中学2年生、3年生。うんマル。も、ま、う挟んでやる。 今、今ふ、ふともうで挟んだら丸逃げました。あ、ドリル。はい。というわけでね、風邪ひいたとき、ワンちゃんの散歩って飼い主さんみんな大変ですよね。あの、家族がね、代わりに行ってくれたりすればね、また違うんでしょうけどね。私ね、これ丸さんね、今日もね、丸、もう命がけで丸、お前の散歩行ったぞ。んマスクしながら、コート着て、中もヒートテック着て、2枚着て、 ヒートテック手袋、ヒートテック靴下履いて、丸。完全武装で、マスクもして、うがい、今帰ってきてからうがい手洗いしたぞ、丸。ん丸丸お前一人でこんな散歩行ってくれっか行ける行ける、丸丸帰ってこれる来れないな。はい。明日もな、一緒に行こうな。あるな。というわけで、あの、風邪ひいた時の散歩はちょっと大変だなっていうことですね。 マルさん飼ってから初めてなんでね、風邪引いたのね。まあ冬が初めてなんでね。マルはな、行かないわけに行かないもんな。あのね、聞いた話によると、あの、犬が一日家出れないっていうのはね、人間にとって、あの、一週間ぐらい家出ないのと一緒だって言うんでね。あの、ゲーム大好きなニートさんとかだったらね、もう全然いいぜってなるんでしょうけど。マル、そんなことないもんな。マル、外で暴れるの好きだもんね。走ったりすんね。マル、お座り。お座り。俺、最後みんなにいいとこ見せようよ、マル。 あ、まる <laughs>、おてよおておてうわ微妙にしたなマルコ子おておてようえい